皆さん、こんにちは。ティンダー、脈部、金です。今日は学生の話をします。学校生と、これね、栃木の足利学校、これ、室町時代からできたそうです、その学校。そうか、学校や。まあ、学校は、生涯、下場、中高、中学、大学ですね。飛びますね。いろんな外国語学校、いろんな専門学校が満載の場所です。そして、1900年になると、尋常小、高等小、中学、高校、帝国大、大学院、専門学校、高校飛んでです。今は小、中、高、あとはまあ、専門学校、あと大学、短大、その他もの。ですから最近の制度、変わってますね、教育方針。今、学校は本当に減ってはおりますね、合併によりね。はい、苦しい時期です。はい、習い事も確かにいろいろ時間の能力もあって大変なもんですね。江戸では悩むと三味線踊り生き物ですが、現在は書道や空手、柔道、あとはその他もろもろ英語とかですね、はい、外国語を学ぶ人も多いと思います。はい、というわけで以上です。バイバイ。